こんにちは、ミカササッカーナビミカサッカー番組 MC の佐野ゆりあです。この番組はプロをはじめ社会人や学生、ジュニア、キッズなど広島の幅広いジャンルのサッカー情報をお届けします。コメンテーターは広島県サッカー協会の宗政純一郎さんです。宗政さん、今日もよろしくお願いします。宗政さん、素敵なユニフォームを、始まりましたね。始まりましたね。予選が始まりましたよ。これは、宗政さんのユニフォームなんですよね。これ見てください、これ名前を。おお、名前入り、入ってるでしょ。これかなりプレミアついてるんじゃないですか。全然選手はないですけどすごいオリジナルの。そうですね、ちょっといただきましたけど、はい。わあ、すごい。そう、私行ってまいりましたよ、あの吹田へ。ミャンマー戦ね、生で見られて、いかがでしたか。やっぱり関係者の一人として応援しなきゃいけないじゃないですか。難しいんですよ、アジア予選って。あ、そうなんですか。結構相手チームがね、引いて守ってくるんですよ、だからなかなか得点がね、取れないっていうことで、もう毎回ね苦労するんですけど、幸先良いスタートで良かったと思いますよ。見応えあったんじゃないですか。ありました、ありました、さあ一方その頃、広島では県大会の、ちょっと私ね見に行けなかったんですけれども、広島国際学院が優勝したということで、決勝がありました。夏に続いてね、まあ連覇ですか。そうなんですよ、インターハイも優勝して、今回広島国際学院が全国高校サッカー選手権優勝、これ初優勝。おめでとうございます。おめでとうございます、前半をスコアレスで折り返した両チームではあったんですが、後半31分に広島国際学院のミッドフィルダー萩野選手が、ディフェンダー島川選手の左クロスをヘディングで押し込んで先制に成功し、そのまま後半の1点守り抜いて初優勝となりました。じゃあよく守ったんですね、1点差だということは。しっかり守って、もう最小得点で優勝したと。もうね、どっちが優勝してもおかしくない戦いだったと思うので、これからですね、でも全国に出て全国大会でね、一つでもこう上に行ってほしいですよね。そうですね、全国大会が12月の28日から始まるということですので、応援しましょう、広島県代表、しっかり応援しましょう、それでは今日のラインナップです。県内のサッカーチームを紹介する情熱イレブンは、呉市を拠点に活動する FC カメリアジュニアユースを取材しました。ミカサッカーニュースでは、旭田区で行われたフットサルフェスティバルの話題などをお届け。宗政トークのコーナーは、中国新聞社で20年サッカーを取材された下手芳樹さんが宗政さんと熱いサッカートークを繰り広げます。ぜひ最後までご覧ください。まずは県内のサッカーチームを紹介する情熱イレブンのコーナーです。今回ご紹介するのは、呉市を拠点に活動する中学生チーム FC カメリアジュニアユースです。2019年に発足した FC カメリアジュニアユースには、呉市や東広島市の中学生32人が所属。加盟する県ユースリーグで一部への昇格を目指し日々奮闘している。カメリアという名前は、ホームタウンである広島県呉市の花の名、椿から付けられた。椿には控えめな素晴らしさなど謙虚を意味する言葉が並ぶように、選手たちにも謙虚さを大切にする姿勢を身につけてほしいという思いが込められている。チームスローガンはポジティブアクション。何事にも積極的にチャレンジする精神を大切にしている。チームが目指すサッカーとは。カメリアは攻撃も守備も駆け引きを楽しめるところを目的に、あのサッカーを教えています。攻撃も守備もポジションだったりとか、パスだったりとか、どうやって運ぶか、そういうのを駆け引きをして自分なりに考えてプレーをするっていうところにこだわってプレーをしているので、そこが強みかなと思います。背番号31番ミッドフィルダーの堀尾幸人です。僕の得意なプレーはシュートを打つことです。僕にとってサッカーとは自分自身を磨くものです。今後の目標は焦らずボールを持つことです。背番号73番フォワード細川太陽です。僕の得意なプレーは、味方からのスルーパスを自分の得意なフィジカルとスピードを使って点を取ることです。僕にとってサッカーとは今一番楽しんでいることです。僕の今後の目標は、これからもサッカーを楽しんでプレーをすることです。背番号46番ゴールキーパーの平島春樹です。
僕の得意なプレーはロングシュートの対応です。僕にとってサッカーは今一番楽しめるものです。今後の目標はチームに貢献することです。背番号22フォワード牧尾大進です。僕の得意なプレーはパスを出すことです。僕にとってサッカーは自分に欠かせない存在です。今後の目標はチームに貢献することです。背番号28番ミッドフィルダー高岡虎太です。僕の得意なプレーはドリブルです。僕にとってサッカーとは生活に欠かせない存在です。今後の目標は仲間に頼られる存在になることです。背番号35番ディフェンダー浜田葵です。僕の得意なプレーはトップスピードを使ってドリブルをすることです。僕にとってサッカーとは将来の夢にとって欠かせないものです。今後の目標はクラブユース全勝です。背番号は58番ディフェンダー中野ハートです。僕の得意なプレーは相手が次にどこにボールを出すかを予測してパスカットをすることです。僕にとってサッカーとは、味方と一緒に協力して助け合うことができる自分の大好きなスポーツです。今後の目標はユースリーグで一つでも勝利を収めれるように頑張っていきたいです。背番号98番ミッドフィルダー実家沼です。僕の得意なプレーは体をうまく使ったボールキープです。僕にとってサッカーとは自分を最大限に高められるスポーツです。今後の目標はプレーでチームを引っ張って勝利に貢献することです。背番号36番ミッドフィルダーの片山修斗です。僕の得意なプレーはスルーパスを出すことです。僕にとってサッカーとは好きなスポーツです。今後の目標はチームの勝利に貢献することです。背番号33番ポジションはミッドフィルダーで竹下ひなとです。僕の得意なプレーはスルーパスを出すことです。僕にとってサッカーとは長年続けてきた大好きなスポーツです。今後の目標はチームを勝利に導くことです。背番号29番ディフェンダー北山博之です。僕の得意なプレーはボールを取ることです。僕にとってサッカーとは大好きなスポーツです。今後の目標はチームの勝利に貢献することです。常に前向きに、挑戦をする心を身につけてほしいなと思ってます。失敗しても成功しても次じゃあこういうふうにやってもう一回やってみようとか次の挑戦をまたポジティブに考えてできる、選手になってほしいなと思ってます。ホームタウン呉の街から選手たちが今大きく咲き誇る。カメリア魂。栃木監督のコメントの中で駆け引きという言葉がかなりキーワードで出てきましたよね。サッカーでいう駆け引きってどういったものを言うんですか？我々が言ってた駆け引きっていうのは、やっぱりサッカーってこう11対11じゃないですか。うんうんうん、それはマッチアップするんですよね、必ずあのポジション的に。はい。相対する相手がいるわけですよ。はい、まあ、その相手と、まあ、マッチアップするときに、どのように力を発揮していけばいいかなっていう駆け引きのことを言ってましたよね。うん、それは心理戦でもあり、うん、技術的な駆け引きことでもあり、戦術的なものでもあり、全てこう駆け引きで、あのやってましたよね。現代はまあスカウティングがすごい流行ってて、まあ、情報合戦なんかもあって、はい、かなり の, あの情報量あると思うんですけど、昔はあんまりなかったんで、はい、まあ、いつもやってる相手だったらね、まあ、分かるんですけど、うん、初めての相手とかって分からないじゃないですか。はい、我々も試合が始まってもう5分10分が勝負だったんですよ。その間に相手を観察するんですよね。5分10分で、ね、でしないと、はい、その90分の試合の中でやっぱ主導権が逃げられないっていうのがありましたね。だからまず試合が始まった時に私に対する相手は例えば足が速いのか遅いのかとかどっちの足が利き足なのかとか、うん、例えばヘディングが強いのか弱いのかとかあのパスを出せるのか出せないのかとかシュート力が合うのかないとか全てのことを観察するんですよ。プレーしながらでその相手の得意なところを消しながら自分の得意なところを出していけるような形でやってましたよね。続いては県内であった試合やイベントをお届けするミカサッカーニュースです。さあ宗松さん、ま、はい、もなく完成の新サッカースタジアム、そうですね、完成ですね、近づいてまいりました。やっと完成になりましたね。はい、日本サッカー協会の田島幸三会長と、はい、宮本恒康専務理事が視察にいらっしゃったということで、来ていただきました。
と。はい、宗松さんも現地に行かれてたんですよね。はい、現地見られてどうでしたか。場所はとにかくいいですよね。やっぱり町の中心にありますからね、まあ、それも大地じゃないですかね。どこからでも来れる。そしてこの視察の後、田島会長は報道陣の取材に対して次のようにコメントされました。想像していたよりも本当にヨーロッパの最新のスタジアムに近いなっていう印象を受けました。で、ご案内を伺っていても、本当に見る人の立場になって、そして、障害者さまざまな人たちのことを考えたスタジアムであるということ、本当にこの都市型のスタジアムにふさわしい設計をされているというのを今日確認できて嬉しかったです。また新サッカースタジアムでの日本代表戦の開催について報道陣から問われると、もう今日見させてもらって必ずこの A 代表の試合、そしてなでしこであったり、そういう試合を持ってきたいというふうにもう改めて思いました。広島の中でのチャレンジというよりも、僕は日本の中での大きなチャレンジだと思っています。サッカースタジアムが本当にこの街中であったり、お城 の横であったり、本当に観光名所の真ん中にあるっていうのは、諸外国ではよく見られるケースではあるんですけど、日本では初めてなんで、まさにこれからのスタジアムがこういうふうな形でどんどん増えていっていただきたいなと思ってます。新サッカースタジアムは今年12月に完成、来年2月開業です。街中スタジアム初ということで、県外の人の反応もちょっと楽しみですね。そう広島駅とか歩いてこれますからね。ちょっと遠くないですか。宗政さんだったら歩いてこれ遠いで近いでしょう。すぐでしょ。頑張って歩きます。すぐでしょう。確かに頑張れば歩いてこれます。普段歩かないんだね、だからあんまり。これまでに流した汗はどこに行ったんだろう。これまでに流した涙はどこに行ったんだろう。これまでに流した全ては君の中にある。全部出せ。共に世界へ。アルムンドミカサ。続いては11月5日に行われたフットサルイベントの話題です。広い世代にフットサルを楽しんでもらおうと、旭田区スポーツセンターで11月5日広島県サッカー協会主催のフットサルイベントが開かれました。イベントには日頃フットサルやサッカーを楽しむ県内の子どもから大人までおよそ60人が参加しました。今回イベントをサポートするのは地元のフットサルチーム広島 F ドゥや広島県立大学の学生で、参加者と一緒になってゲームなどを楽しみました。フットサルの魅力はまずは切り替えが早いというのと、サッカーと違って得点シーンが多いっていうところで、なかなか目が離せない、もうすぐにゴールに直結するというところが一番の魅力だと思っています。こういうイベントを通じて皆さんとコミュニケーションを図れる、または個人、家族、ファミリー、いろんな親子とかでコミュニケーションを図れる場にしたいと思っております。一部では広島 F ドゥの選手たちが参加者をリードして、全員でボールを取り合ったり、グループに分かれてキック練習をしたりして、フットサルの基本を学びながら交流しました。一通りの練習が終わると、チームに分かれてミニゲームを行いました。普段フットサルに慣れていない参加者たちも、広島 F ドゥの選手のサポートもあり、笑顔で試合を楽しみました。今日選手とできてよかったです。選手とバチバチにやって楽しかったです。ワイワイ楽しめたのがすごい楽しかったです。2部で行われたのはウォーキングフットボールです。
元は高齢者が健康のために歩きながらボールを蹴ったのが起源といわれるこのスポーツ。今回は障害者サッカーチームを運営するアフィーレ広島のメンバーがイベントの進行を担当しました。今回のウォーキングフットボールのルールとして、フィールドプレイヤーは走ったりヘディングをしたり、相手が持っているボールを奪ったりしてはいけません。こぼれた球やパスカットなどでボールを拾い、マイボールとします。この日のイベントでは小学生や経験の浅い方なども参加していて、そういった人たちが試合で不利にならないように、参加者同士がさまざまな配慮をしながら、全員が楽しめるような環境の下でゲームが進められました。イベントの最後はじゃんけん大会で、勝者には豪華な景品が贈られました。なんか普通のフットサルよりもそんな激しくない、みんなで交流しながらできるのがすごい楽しかったです。一部と二部で、すごいルールの違う中で蹴らさせていただいて、僕たちは常に激しい強度でスピードでっていうのが求められている中で、エンジョイっていうところに重きを置いたものっていうのをあまり触れる機会がなかったので、すごい新鮮で、なおかつすごく頭の使うというか、みんなが平等な条件だからこそどういう風にすればいいのかっていうところにすごく考えさせられたなっていうふうに思います。フットサルのイメージはコートがコンパクトな分、はい、こうスピード感とか迫力があるのかなっていうイメージなんですけど、やっぱりねボールがたくさん触れる、うんうん、でシュートの回数も多い、はい、っていうんで楽しいんじゃないですかね。また2部ではウォーキングフットボールが行われたということで、経験が浅い方とか、お子さんとかが、初心者の方でしょ、はい、それと障害者の方も健常者の方も一緒にできるというところもありますしね、うんうん、がっつりとしたサッカーがこう苦手という方はこういったこうゲームから、そうですよ、こういった大会に参加していただければいいんですよ。こういったところから私も始められるかもしれません。口だけじゃないでしょうね機会があれば、はい、ぜひ参加させていただこうと思います。はい、さあそんなフットサルなんですけれども、はい、使われていたボールがこちらということで、ちょっと一回り比べてみると小さいですね。4号球ですか。はい、こっちが5号ですよね。はい、一回り小さいですね。で光沢がちょっとありますね。そうですね、光沢があってちょっと張り感も感じます。はい、こういったボールを使ってフットサルを楽しんでらっしゃいました。でもちゃんとここへ三笠さんの名前入ってますから、はい、両方とも行きましょう、並べといてください、そこへ。はい、皆さんも機会があればぜひ楽しんでみてください。はい、以上三笠サッカーニュースでした。これまでに流した汗はどこに行ったんだろう。これまでに流した涙はどこに行ったんだろう。これまでに流した全ては君の中にある。全部出せ、共に世界へ。アルムンド三笠。皆さんこんにちは、宗政です。宗政トークの時間がやってまいりました。今日のゲストは中国新聞社の下手芳樹さんです。こんにちは、中国新聞の下手です。よろしくお願いします。下手さんとは私も古いんですよね。もうかなり古い、30年ぐらい前から知り合いなんですけど、はい、私が松野監督やってる時にちょうど下手さん中国新聞社に入られて、まだ駆け出しだったんでしょ、その頃は。そうですね、私の入社がですね、1993年ですから、ちょうどJリーグが誕生した年なんです。はいはいはい、はい、そのこと私も一生懸命サッカーやってましたから、よく取材、ね、していただきました。その時はだから、まあ、スポーツ記者としてサッカーを主にやられたわけですよね。そうですね、運動部という、まあ、スポーツ欄を作る部署があるんですけども、サッカーだけでも20年ぐらいで見させていただいてました。はい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 、今日逆転してますよね。なんか
いつも取材していただいてたのに今日私が取材しなきゃいけないというのは変ですよね。なんかいやでもやっぱり当時の記憶が蘇ってやっぱり結構厳しいこと言われるんで皆さんにそんなことはないですよ結構緊張してますので背筋が伸びてます。優しいあれですよ本当に、まあ、私が、ね、松田の時に、まあ、監督やってたじゃないですか、はいはい、その時、まあ、取材していただいたんですけれどもその時の記憶って何かあります？まあ、当時の宗政さんが指導されたマツダ SC ですね、うんうんうん、で中国リーグっていうそうだから将来の、まあ、J リーガー、はい、サンフレッチェで活躍するだろうという若手をうちのチームで一緒に鍛えてたんですけどねそうですね、うん、だからもうその当時はもうJリーガーサンフレッチェに入っていたんですが、うん、柳本選手とかですね、うん、道木選手あだから将来日本代表になるような選手がですね、うんうんうん、そこで練習されてたんですよね、まあ、当時サンフレッチェって前線とバックラインを狭めたコンパクトなサッカーをして、うんうんうん、でその少ないワンタッチツータッチの少ないタッチでこう、うん、ボールを運ん で、うん、でしかもフェアプレー、うん、非常に規律を重んじるサッカーを展開されてましたよね、うんうん、でサンフレがやってるサッカーの理念っていうのをその宗政さんが指導した松田にもちょっと感じることがあったんですよね、うんうん、そうですか。私大体ねラインが浅いんですよ。はいはいはい、あんまり深いのが好きじゃない、まあ、そういったところでいかに、まあ、中盤を厚くしてそこでボールを奪って攻めていくかっていうサッカーをやってましたからね。そうですよね、うん、だからこれはだからそのサンフレッチェに通じる部分があるなという印象を受けましたし、ああそうですか、広島サッカーどう思われます？ずっと見てこられて。もちろんそのサッカーの熱の盛んなところではあるんですけども、うんうん、ちょっとなかなか全国で結果が出ない時期がありましたよねそうですよ。でもやっぱりちょっと私やっぱり先ほど言いましたが93年入社で J リーグとが発足した時、サンフレッチェがそういう時ですよ、はい、サンフレッチェ94年に、ね、前期優勝しましたけど、はいはい、でやはりサンフレッチェがこう与えている功績というか、うん、そう影響というのはすごく大きいと思ったんですよね、はいはいはい、当時のサンフレッチェなんですが、やはり当時のサッカーでもかなり斬新な、うんうん、まあ、言い方が言えばモダンなサッカーをしてたと思うんですよ、はいはいはい、前線とバックラインを狭めて、ね、コンパクトな中 で、でボールを奪って、はい、で攻撃の時はもう少ないワンタッチ、はいはい、ツータッチでどんどんゴールに迫って、なおさらフェアプレーという、うん、まあ、その重視するという姿勢がありましたよね、はいはい、これがもう当時 その J リーグ不足とサンフレッチェの、うん、まあ、モットーというかね、サッカーでしたよね、はいはいはい、バグスター監督の時。そうですね、でやっぱりその見た感じ、まあ、宗政さんのところの松田 SC もそうだったんですけど、うんうん、アマチュアのチームがそういうやっぱりそういう広島のサンフレッチェのサッカーに通じるようなサッカーを結構やってたところも多かったんですよね。もともとね、だからサンフレッチェもそうですけど、まあ、東洋工業っていうね、はい、まあ、老舗ですよ要は、はい、そこから始まったわけですから、はい、それがずっとつながってきて、まあ、サンフレッチェになったわけですよね、はいはい、まあ、そういった松田のサッカーですよね、はい、まあ、これがまあ基礎になってるんですけど ね、 そ う、 ですね、まあ、そういうところが非常にありますよね、やっぱり。そうですね、でヘアプレーで、まあ、ヘアプレーですね、でやっぱりその中でもその当時はその日本の中でもその、うん、かなりその、うん、画期的なサッカーだったような気がするんですよ、はい、で日本代表は当時はそのオフト監督がやられたので、オフト監督もそういうサッカーしてましたよね、で、まあ、こう時代も変わりまして、ペトロビッチ監督が、はいはい、疲れた時もかなり斬新な、そうですよね、もう、うん、とにかく走る、うん、とにかく攻める、攻めることが最大の守備にもなるという、そうですね。もうとにかくもうあらゆるこうどういうかなそのポジションを変えながらでもう絶えず動いていくという。はいはいはい、まあこれ当時まあ道半ばでちょっと指示を置かれましたけど、日本代表のオシム監督もそういうのをやられてましたね。そうですそうです。だからやっぱり広島のサッカーっていうのは日本のこう最先端のサッカーっていうのをね、こうやってるというか、はい、そういう個人的なんです、印象を受けましたよね。で、まあ、これも J リーグ30年 の、うん、一種 の、 この財産だと思うんですけども、うん、その今こう、まあ、ユースチームとかもあって、うん、その指導者同士の交流もあってですね、うん、で比較的その対戦できる機会っていうのもあるじゃないですか、はいはい、普通の高体連とかのチームが、うん、はいはい、J リーグのユースのチームと、そういった機会っていうのもやっぱり大きいと思いますし、うんうん、その、まあ、トレセンシステムですよね、はいはい、そういうのも確立されているので、うん、まあプロでありそのアマチュアであるんですけども、それが一体となった、うん、そういうシステムがもうこう完成されて定着しているというのも大きいんじゃないかなと思うんですね。あ、それは、ね、はい、やっぱりねプロチームを抱えているその県の良さっていうか、うん、やっぱり交流をしっかりやって、
両方がこう高めていくっていう、そうです ね、はい、いいあれですよね、循環になってるいい循環でね、やっぱりこれも財産ですよね、うん、もう J リーグの財産と言っていいでしょうね、これはもう今後もやっていかなきゃいけないと思うんですよ、はい、はい、日本のサッカーどう感じられてます？初めて私がこう意識して見始めた、やっぱり会社入ってそのドーハの悲劇の時ですよね、はい、でワールドカップ本当にいけるんじゃないかと思いましたよ、誰もが思ってましたよね、やっぱりそういった意味では今はもうね、そう出れて当たり前と言ったらちょっとおかしいんですけども、当たり前になった中でも、うん、それはやっぱりその、まあ、そういう海外に、ね、選手が出てたりした影響もあるんでしょうけども、うん、それを見て育った選手っていうのはやっぱりその、うん、J リーグがある地元で地方で育ったね、そういう確立されたシステムの中で強くなり上手くなった選手が今の日本代表になっているというのがあるから、はいはいはい、やはり J リーグの功績っていうのがやっぱり大きいんじゃないかなと思いますね。あ、そうですよね、はい、まあね、やっぱり基本はやっぱり J リーグですから、 そうですね、そこである程度活躍しないとやっぱり海外にも行けませんから、はい、で海外で活躍してまた日本代表に入って活躍するっていう、そういういい循環がね、そうですね、できてきているということですよね、はいはい、まあ、広島もね、スタジアムができますけど、そうですよね、はい、どうですか、スタジアム見られて。本当市民としても嬉しいです、うん、例えばその高校生なり、小学生でもいいですよね、例えば決勝をそこ の新しいスタジアムでやるとかですね、うん、それが一つなんか目標とか夢もできてきますよね、うんうんうん、だから高校生 の高校球児がマツダスタジアムで野球したいというのも同じですよ、はいはい、そういうふうに抱いてもらえるようにね、うん、スタジアム多分なると思うので、そうですよね、いや本当ね、都市型のスタジアムっていうのか街中ですよね、ないでしょ日本には。これ広島人だからできるんですけども、うん、例えばですね、昼にマツダスタジアムでカープの試合を見てで夜歩いてというかサッカーを観戦すると、うん、こういうことができますからね広島は。で今度ドラゴンフライズがバスケット の、はい、グリーンアリーナになるので、もう近いじゃない、全部近いので、本当周遊できる、スポーツで周遊できるっていうのがすごいですよね。だからそういうふうにね、もう身近にあるんで、いつでも楽しめるこう環境にありますのでね、やっぱりもっと多くの人にね、この、はい、まあ、どんどん現地で見て、まあ、今ね、こう動画とかでも見れる時代にはなってますけども、はいはい、やっぱり現地のその臨場感というのを味わいながら、こう楽しんでいただきたいと思いますね。まあ、サッカーよろしくお願いしますよ。頑張りましょう。まあ、そんなスポーツがありますけど、その中でもサッカーを一つ、はい、よろしくお願いしたいと思います、はい、今後も、ね、応援してください。ご指導ご鞭撻を。何をおっしゃいますかこちらが言う言葉です、それはありがとうございました。今日はありがとうございました。楽しいお話をいろいろお伺いしました、はい、ありがとうございました。よく喋られますね知識がいっぱいありますね。はい、もうサッカーについてはもう全部知ってるぞっていうくらいの、当時もね、もうすごいこう質問されてたの覚えてるんですよ。当時の記憶が蘇るっていう風にこう映像の中でおっしゃってましたから。上手なんですよ、またね、新聞記者の方ってね、まあ、下津さんもそうだけど、はいはい、こううまく引き出すように話されるんですよついついね、危ない言いそうになっちゃうね、本当引き出し方が上手でしたか、そうなんですよ これまでに流した汗はどこに行ったんだろう。これまでに流した涙はどこに行ったんだろう。これまでに流した全ては君の中にある。全部出せ、共に世界へ。アルムンドミカサ。続いてはお知らせのコーナーです。広島県サッカー協会では県内のサッカー情報をメインに毎月冊子を発行しています。ご覧の QR コードから友達追加をしていただくと毎月最新情報が LINE に届きます。プロからアマチュアまで広島のサッカー情報が盛りだくさんですので、ぜひこちらもチェックしてみてくださいね。今日も楽しかったですねいろんな話題で本当に。さあサッカースタジアムもね、もう間もなくということで、完成した暁にはこちらのユニフォームを着て代表戦行かれますか。あ、行きます行きます。この27番という数字には何か意味があるんですか。すいません、深い意味はございませんでも選ばれたんですよね、うん、ただ好きなんですよ昔から私27番という数字、なんでか分かんないけど好きなの。へー、サッカースタジアムもう間もなくということですので、はい、みんなで楽しみにしていきましょう、はい、それでは番組の最後に恒例のポーズでさようならをしたいと思います。テレビご覧の皆さんも一緒にお願いします。せーの、ミカサッカー。さようなら。